バイカウツギとは、アジサイカの植物の一種。別名サツマウツギ。落葉低木の一種で、現在では、南東ヨーロッパや小アジアが原産とされる。名前の由来は、梅に似た花を咲かせることから。ライラックと混同されていた時期があり、共に、牧審判の笛という意味の言葉シリンクスに由来する、シリンガという名前で呼ばれ、一つの族にくくられていた。 6から7月頃に白い花を咲かせる。16世紀、神聖ローマ帝国の使者オジェール・ギスランド・フズベックによってヨーロッパに紹介された。1597年にはジョン・ジェラードの庭で大量に栽培されていたことが確認されている。ヨーロッパには早くから帰化したようで、日本では本州、四国、九州に分布する。干賞用に植栽され花は、 香水の材料として採用される。園芸植物としては、匂いが特色とされ、品種の改良はあまり進展しなかった。葉を揉むとキュウリの匂いがする。匂いを嗅ぐことによって酩定したような気分になる人も、いる。ジェラードは、バイカウツギの匂いのために眠れなかったことがあると、10回している。また、EA ボールズによって、花粉症の原因となることが指摘されている。 ありがとうございます。